お互い黙々と滑りまくったね。ボード初だけどなかなかいいわこれ。君が滑れる人でよかった。気使ってフルスピードで行けないと楽しくないもん。通学路長く感じるし、雪っていいイメージないけど、遊ぶってなるとテンション上がるね。でもそれも間もなく終わりか。脳がスイッチの切り替えを全力で拒否しておる。でも君と来れてこの冬はほんと楽しかった。絶対また来ようね。そうだね、うん、二人でか。スキーだけじゃなくてさ、二人でいろんなとこ行こうね。お腹も空いて肉が恋しいし、そろそろ戻ろっか。うちらのペンションってこの先どっち降りればいいんだっけ。おあれ、マジどっち側だっけ。なんかざっくりっすね答え。でもとりあえず出発しよっか、結構降ってきたし。ものなんかないのかもだけど、でもよかった。あのままじゃどうなってたか。だ、大丈夫。雪防げるだけマシだもん。ああ、あのさ、君ってその携帯持ってる？実は私ペンションに忘れちゃって。ああ、やっぱそっか。電波あれば連絡取れんだけどな。まあこの吹雪じゃかかってもどの道気づかないかもだけど、もし夜通し吹雪だったら一晩閉じ込められたりすんのかな。私たちだけで一晩。そうだ、私最近遭難系の映画見たんだ。参考になるかも。確か映画だとね、こういう時は服を脱いで温め。脱いで？何言ってんだ私。ごめん、なし。参考になりませんでした。むしろ自爆でした。実際問題、なんか体温める方法考えないとね。ここいろりじゃない？火とか起こせんじゃん。なんか燃やすものない？探そうよ。いろりあんだからなんかあるって。
てきた。一晩冷えっぱなしじゃどうしようかと思ったよ。あのさ、離れてるよりそのもう少し近い方が温まるよね。ここってどの辺なんだろうね。私たち無事に戻れんのかな。ごめん、弱気なこと言った。でもちょっとだけワクワクするかな。花村と三人で初めてテレビに落っこちた時のこと思い出す。君と一緒だとさ、不思議と大丈夫だって思えんだよね。あのね、私雷じゃないよね。てか光ったのあれじゃない？なんで？あ、うん。え、ちょっと今ここじゃダメだよ。それ以上はダメだって。あ、入っちゃう。な何やっとんじゃお前ら。先生許しませんよ。ストップ。勢いで大事なものを捨てちゃダメ。クマ、花村、それにみんな脱いでない。このクソ寒いのに何脱ぐ必要あんだよ。つうか花村先輩らテンション高すぎだろ。さっきから何なんすか？何なんすか？僕に言わせるんですか、それ？ちょっと待って、一体まさかギャラリー登場を待ってたクマ。なんという大胆なバーズ。見られたいだなんてハレンジすぎクマ。オッケーならクマ最前列かぶりつきで。ハレンチはあんたでしょうが。つか外で聞いてたってこと？いや聞いてたわけじゃねえけどさ、入りづらい雰囲気だったっつうか。やっぱ聞いてんじゃん。こっちは命がけだったのに。俺らだって心配できたんだって。てか二人で揉み合って何してたの？それはテレビが光って。見たところ電源は入ってないようですが。いや本当なんだって。完璧誤解してるから。ふーん、つまり遭難してたどり着いた山小屋でいい雰囲気になっちゃったと。ありえねえ。すっげえ心配したのに抜け駆けしてたとかありえねえ。誤解一切解けてねえ。だから電源入ってないし触ってもないのにテレビが急に光ったの。それで調べようって。そんな浮ついたことのために命張ってこんな山奥まで来るわけないっしょ。ここ私たちのペンションのすぐ裏だよ。物置みたい。昼間はバイトの人なんかがちょくちょく来るから鍵閉めないって。外も別に吹雪じゃねえっすよ。大体事件終わってんのになんでテレビ光んだよ。大方お前が挙動ってリモコンでも踏んだんじゃねえの？嘘じゃないっつの。もういい、私がちゃんと調べる。おいちょっと。やがんだ。結構なすごい力だ。このままじゃ